皆さんこんにちは。フレイヤビヨン役鈴木みのりです。マクロスデルタ、今回の映像特典はなんとこの私鈴木みのりのデビュー前を振り返ってみたいと思います。1年半くらいもう経ったんですけど、オーディション受けたのはその一番最初は12月から募集が始まって、その12月に書類審査で応募して、そこから数ヶ月経ってから連絡をいただいて、書類を受けた時はまさか自分が最終まで行くとは思ってなかったので、本当に嬉しい気持ちで、もうここまで来たなら絶対やってやるっていう気持ちで、楽しんでやろうっていうふうに思って、すごく楽しんでやったなっていう思い出がありますね。マクロスフロンティアと、あとはマクロス作品すべて昔から大好きで、それなおかつその声優さんと歌手両方を目指していたので、こんなオーディションめったにないんだからねみたいな感じで、お母さんにも周りの方にもやってみなっていうふうに言ってもらって、最初は自信がなかったんですけど、でも後悔はしないように頑張ろうと思ってやってみました。応募しました。はい、それこそマクロスフロンティアを見たのが小学校5年生とか6年生ぐらいの時だったんですけど、それマクロスフロンティアを見始めたぐらいに深夜アニメをいろいろ見るようになって、でその前からずっと小さい頃から自分の声を使って歌を歌ったりとか、お芝居をしたりとか、朗読したりとか、自分の声を使って何かお仕事ができたらなって思っていたんですけど、それがどういう職業に就けばいいか分からなくて、でたまたまアニメを見た時に声優さんっていう職業を知って、で声優さんになれば全て自分のやりたいことがやれるっていうことで、声優さんを目指そうってなった時に、ちょうどランカちゃんを知って、中島めぐみさんや坂本真綾さんを知って、憧れの人が、あ、こういう人になりたいっていうのができましたね。ヘッドホンつけてやったりしたことは初めてですね。はい、まずはこちらをつけて、これが左側になるようにお願いします。はい、緊張しかなくて、でそのスタジオ自体も初めてで、震えが止まらなかったんですけど、でもそこで自分らしさを出せずに終わってしまうのは絶対嫌だったので、とにかくこの場を楽しもうと思ってブースに入って、で個人的に
マクロスも大好きでフライングドッグさんも大好きだったので、あの自分の歌を川森さんだったりとか、あのフライングドッグの佐々木さんだったり福田さんだったりに聞いてもらえることがとにかく嬉しかったので、今は絶対自分の 100% を見てもらおうと思って挑みました。もしもし。もしもし。あ、聞こえますか。はい、聞こえます。それではですね、初めにまず最初にちょっと自己紹介というか、自分の名前と、年齢と、はい、あとなんかもし一言アピールしたいことがあったら、はい、言っていただいた後、カラオケ流しますので歌ってください、はい、あんまり緊張せずに、はい、力を抜いて気持ちよく歌ってください。はい、はい、じゃあお願いします。はい、鈴木みのりです。17歳です。笑顔が取り柄なので皆さん少し遠いですが、笑顔を今日は覚えていってくださったら嬉しいです。頑張ります。よろしくお願いします。はい、ではお願いします。この気持ちに嘘はついちゃいけないと思った。怖がらないで前を向いて、だから歌い続けるよ。ポップ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、歌ってちょっと落ち着いた感じですかね。はい、はい、でも今思えばあの時の歌は本当に下手だなとか思ったりもするんですけど、でもその時の自分にとってはやっぱり 100% の力を出しましたね。はい、歌の方は以上で終了になりますので、はい、この後セリフの方の読みの方に入りますね。はい、お願いします。で、まあ、自分のテンポで自分のタイミングで言っていただければと思うんですけども、はい、あとこれ頭に書いてますが、地方出身者のため言葉がなまってるって書いてますが、はい、特に別にどこの方言でもないので、はい、なんとなく自分でこんな感じでっていうことでやっていただければいいと思います。はい、わかりました。そうですね、もううわ方言だとかマイナスな気持ちは一切なくて、むしろ自分の喋る言葉にすごく近かったので、これはやった来た私の時代が来たと思って演じました。3番お願いします。ウィンダミアはすっごくいい風が吹くとこなんよ。晴れた日なんかぶっちゃ気持ちよくって、空も大地も真っ白で雪が積もって緑が見えてリンゴ畑があって、ああそうそう、ウィンダミアのリンゴは銀河一、栄養満点でコリウムなんだかんね。オーディションのそのセリフの審査で使われる台本をいただいた時に、フレイヤちゃんのセリフを読んだ時すごく自分に似ているなと思って、これはもう絶対自分がやりたいっていうふうに思って、とにかく自分を出して笑顔で頑張ろうと思って挑みました。最初から顔以外全部似ているなって思っていて、リンゴが好きなところはもちろん、私自身小学校の頃にミノリンゴっていうあだ名をつけられていたので、リンゴ共通してると思ったりとか、あとは夢に向かってまっすぐというか、思ったらもう曲げないというか、まっすぐ突き進んでしまうところが似ていたりだとか、本当に似ていないところがないんじゃないかっていうぐらいですね。4番お願いします。なんでまた戦争なんか、なんで仲良くできんのかね。地球人もミンダミア人もみんな同じなのに、みんなで元気
先輩歌えばいいだけなのに。そうですね、私はもうこれが好きだって思ったらもうそれしか目に入らないぐらい熱中してしまいますし、私はこれをやる、もうこれをやるって決めたんだって思ったらもうそれに向かって突っ走っていってしまうので、そういうところが良くも悪くも似ているなと思いますね。で5番をじゃあこれからやりますけれども、はい、まずね、コッコッコってあのカウントの音が入ります、はい、でその後にこのフローラのセリフ喋っていただきます、じゃあこれから5番本番いきますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。落ちる落ちるバカにして、まだおるんなら隼人に見せつけてやるに。俺に何を見せつけるって？隼人ってその顔聞くな。うまい。でその顔、ああ俺デルタ招待に入ったから。おい、なんでまた？まあいろいろあってな。ほう、スカル招待に入る気やったん？ならそう言ってくれればいいかったんに。はっきり決めてたわけじゃないさ。正直自分でも結構驚きの展開ってやつ。うん、まさかこんなことになるとはね、うん、そっちこそオーディション受かったんだってな。っやっぱ運のいいやつ。うるさい。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。最初の落ちるしてこかにして、はい、ちょっと待ってくださいね。はい、このところをもうちょっとぼわっと、あの今ちょっと感情が強く、すごい強かったんだけど、はいはい、ほのかと、あ、一番最初のあたり、うん、もしもし、はい、ですね、ちょっと今の語をもう一回ちょっと頭の方だけやりたいと思うんですけれども、はい、一番最初のセリフ、落ちる落ちるバカにして窓おるんなら見せつけてやるにってとこなんですけども、はい、今は結構もうムカついたって感じで喋ってるんだけど、うん、はい、もうちょっと落ち着いた感じっていうかな、はい、ちょっと柔らかくやってみていただいてもよろしいでしょうか。はい、わかりました。どぎまぎもしたんですけど、あ、川森さんや佐々木さんが私の演技を聞いてさらにいいものをと考えてくださってるんだ、じゃあ答えなきゃっていう気持ちが大きかったです。落ちる落ちるバカにして、まだおるなら隼人に見せつけてやるんに。俺に何を見せつけるって？はい、ありがとうございました。すいません。じゃあセリフもこれで終わりになりますので。はい、ありがとうございます。セリフはそうですね、とにかくなんかあの時あのセリフをこう言うことによって改めてお芝居って楽しいなっていう気持ちが湧いてきて、歌もだったんですけど、フレイヤっていうキャラを通すとなんか演技の面白さだったりとか、自分は本当にこれを続けていきたいんだなっていう気持ちが湧き上がってきて、うまくできたかどうかはって言ったら自分の中でやっぱり振り返るともっとああしたかったなっていうのもあるんですけど、やっぱりその時は楽しかったっていう気持ちが一番ありました。ありがとうございました。はい、じゃあ、それ入ってたら。失礼します。はい。どうぞどうぞ、はい。まあ、今、これに、いろいろスタッフの方々、ちょっと、いっぱいいますけども、まあ、緊張するなって言っても無理だと思いますけど、まあ、とりあえず、これからちょっと軽くお話しさせてください。まあ、自分の長所と短所みたいなのをちょっと含めて、はい、自己PRをお願いできますか。はい。先に長所なんですけど、私の長所はさっきも言ったんですけど、この笑顔だと勝手に思っているので、いつも会う人にみのりちゃんの笑顔は会ったら一生忘れない笑顔だねっていう風に言ってもらえることが多いので、私は、ずっとこの笑顔を武器に生きていこうと思っています。
そうですね、あのいかにスタッフの方にバレないように心の中で興奮するかみたいなのに挑んでましたね。なんかもうだから心の中では本当にお祭り状態で、川森さんと喋っちゃったとか、佐々木さんと喋っちゃったとか、福田さんと同じ空気吸ってるみたいな、いろいろなんかごちゃごちゃあの目をこうバレないようにうろちょろさせて、 あそこにいるのがあの人で、 あれが鈴木さんかみたいな思ってました。今深夜とか、まあそうじゃなくてもいいですけど、アニメとかってテレビで見たりはしてるんですか？好きな声優さんが出てたりすると お芝居のお勉強としてちょろっと見ることは。好きな声優さんはどなた？坂本真綾さん。それ別にフライングドッグにこういう感じでもなくて大丈夫です。真綾さんのライブグッズをありがとうございます。お守り代わりにしてきます。昨日とかもしかしてスーパーアリーナに行かれてたりとか。はい、行ってきました。あ、実際にそうですね、やっぱりスタッフの皆さん本当に温かくて、自分もあまり緊張せずにお話できたんですけど、本当にオーディションの会場なんだろうかっていうぐらい笑顔で楽しく自分は会話ができたなと、面接できたなと思っているので、終わった後もやっぱり何度も言うんですけど、本当に楽しいっていう気持ちが、あ、楽しかった、これで落ちたらもうしょうがないやっていうふうに思えるぐらい、あの緊張せずお話できました。合格の連絡をいただいたのがそのオーディションの次の日だったんですけど、で、あのその時ちょうど学校に行っていて、帰ってきて、あのおじいちゃんとおばあちゃんがなんかもう一回電話をかけてくださいって言ってるから出なさいって言われて、で、あのまさか次の日だとは思っていなかったので、何かオーディションでこう聞き忘れたことを電話で聞きに来たのかなと思っていて、電話に軽い気持ちで電話に出たら、あのこの度は合格で、そのどうこうどうこうでって、どんどん話が進んでいって、うわってなって、あのあたふたしながらなんか泣きそうになって、電話を切った後にもう涙が止まりませんでした。一番最初に報告したのは、電話に出ていてその場に近くにいたおじいちゃんおばあちゃんだったので、おじいちゃんおばあちゃんにあの合格したよって言ったら、そのおじいちゃんおばあちゃんもずっとあの夢を応援してくれていたので、あの一緒に普段泣かないおじいちゃんとおばあちゃんが泣いてくれてすごく嬉しかったのと、あとは母が、私が電話が出た時母は仕事でいなかったので、お仕事に帰ってきた後に実は合格したのよっていうふうにさらっと言ったら、何度も何度も嘘嘘嘘って言いながらずっとお母さんも泣いてくれて、なんかそれを思い出すと今でもこう泣きそうになってしまうんですけど、あの本当に鈴木家は良い家です。何度も何度も、みのりちゃんもっとポーズしてって言われたり、もうちょっと笑おうかって言われながらやって、いやなんかもうすいませんこんな一般人がっていう気持ちがあって、でもこれがプロなんじゃ、プロの現場とはこういうものなんだとガチガチながらに思ってました。その写真を撮ってくださった方とか、あとはお洋服を用意してくださった方とかに、今でもお会いすることがたまにお仕事であるんですけど、みのりちゃん成長したねって今でもう会うたびに言ってくださっています。
誰これってなりました。私じゃないみたいな。もう本当に皆さんのおかげで私はこうやって活動しているんだなと思いました。確か夏頃に始まって夏休みに、レコーディングの練習も含めて何度も通いました。そうですね、もう特に何かというよりかは本当にもう緊張がすごくて、最初の方は張り切りすぎて声を何度も枯らしてしまいました。L が来てます。はい、あの本番では本番ではちゃんとクリックを入れてやるようにするので、まあ今日は適当で適当でいいんですか。ループ下とか、はい、もう一回やってみますか。すみません次はじゃあルーンがピカッと、はい、お願いします。はい、お願いします。メンバーの中での若干正体を見ます。エンジニアの高橋といいます。よろしくお願いします。はい、お願いします。鈴木です。そうですね、ヘッドホンをつけて歌うこと自体も本当に普段はしないので、プロの人はこんなにいい音なんか環境で歌を歌っているんだなって思ったりとか、これも何度も言うんですけど、その歌を取るのにたくさんの人の力がいるんだなと思いながら、それに感謝して歌わなきゃと思って歌ってました。楽しかったことはやっぱりもう本当にこんな素敵なスタジオで歌を歌えることっていう自体が本当に楽しいことだったので、あとは、この曲を一番思い入れがあるのはルンがピカッと光ったらなんですけど、やっぱりフレイヤのメインの曲なので、これをどうやって自分の色をつけてフレイヤらしさを皆さんに伝えられるかなっていうのを歌詞を見て考えたり歌を歌って考えたりするのがやっぱり楽しかったですね。はい、じゃあ一回出してみますね、はい、セリフは後でやろうかな。はい、わかりました、はい、じゃあ楽しそうに盛り上がっていきましょう。はい、お願いします。お願いします。ピカッと運が光れば、ワイ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 、あなたは高く飛べるの、ワイ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 、トリルトリラ私の愛は、トリロルピカ無限はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。この曲以上です、はい、ルンがピカッと光ったらに関してはその暗い歌詞もあるんですけど、でもフレイヤは暗い歌詞を暗いまま捉えるんじゃなくて、どんな状況でも明るく笑顔でいたいっていう気持ちがあって歌う子だっていうのを福田さんに教えていただいたので、その気持ちを込めてどんな暗い歌詞でも明るくこう払いのけてしまうような元気で歌おうっていう風に心がけていましたね。で何度も何度も練習して、その時に福田さんに、みのりちゃん
歌が上手になったねっていう風に言ってくださって、それが本当にすごく嬉しくて、もっともっとあの上手くなりたいっていう気持ちがすごく膨れ上がった時で、あのレコーディングがあって、あの福田さんの言葉があったから、なんか今なんか自分今の満足、今の自分に満足することなく、なんか歌を歌っていれるんだなって思います。はい、OK です。はい、ありがとうございます。じゃあセリフを言ってみましょうかね。はい、準備はいいかね。はい、ありがとうございます。なんか注文ありますか。いや、なんかもっとこうさらに弾けたらどうなる。あの川森監督的にさらに弾けたバージョンをください。はいはい、参りました。準備はいいかね。こっちの方が近いですか。こっちの方が近い。ちょっと長かった、大丈夫です。長さ的に大丈夫だった。じゃあもうこれで短いやつも。準備はいいかね。はい、OK です。ありがとうございます。で、問題のゴリゴリアタックです。これはゴリゴリアタックみたいな感じですかね。はい、だからもう揺るがないこの想いはゴリゴリアタック。アニメ的にはアタック。そうそう、タンクも入れなきゃ。これはもう伝統芸です。伝統芸。じゃあ佐々木さん見本を。はい、よろしいですか。はい、ですね、アタック。クもね、クってアタック。アタック。そう、クはちゃんと言わなきゃいけない。で、アタック。アタック。はい。アターを伸ばすってこと。そう。アタック。はい。なるほど。わからん。だからもう揺るがないこの想いはゴリゴリアタック。アタック。伸ばす。アタック。そう、アタック。もし、はい、もう続けちゃっていいんじゃない。尺的に言ったらそれ。お願いします。だからもう揺るがないこの想いはゴリゴリアタック。ちょっと違う。クーがやっぱり違うんだな。ちょっと違うんだな。あのアタックってクーを伸ばしちゃってるんで、アタックアタックピタッと止めてみてください。ビーム、はい、アタック。だからもう揺るがないこの想いゴリゴリアタック。まあ近いけどね。まあアタック。じゃあこれはあの本番で千本の子が待ってる。なんか笑い声がすごく聞こえるなってブースの方からで、川森さんが思いついたのを川森さんが多分佐々木さんに伝えて、佐々木さんが私に伝えてくださったんですけど、あのスタッフさんの笑い声がすごく聞こえて、あ、マクロスってこうやってできていくんだなって、その時初めてって言ったら失礼かもしれないんですけど、自分がマクロスに関わっているんだっていう実感があの時生まれました。そうですね、2人で初めて歌った時はまだお互い緊張していて、あの一言喋ったかなっていうぐらいだったので、本当にクールな印象で、これから私仲良くできるかなって不安だったんですけど、本当に何度も何度もあの会うたびに、ジュナちゃんは実はクールなのは歌声だけで、本当はとってもあの年相応な可愛らしい女の子だっていうのを知って、今は本当に連絡を取り合ったりとか、なんだろう、普段の学校でのお話をしたりとか、なんだろう、ライバルでもあるんですけど、一人の友達っていう感じで接していますね。
僕らの戦場というやつですね、はい、はい、お願いします。はい、お待たせしました、はい、じゃあやってみましょうか。お願いします。飛び交う無数の感覚の中で本当の自分さえもなくしてしまう。見えない不安の集中砲火に立ち残るのは弱さ認める強さ。もしも僕じゃなかったら、もしも君じゃなかったら、こんな気持ちさえ知らずにいたね。切り裂け、戻、戻正義の闇へ、走れ、走れ、灰になるまで、理屈を捨てて心で吠えろ、吠えろ、断ち切れ、やがて、やがて生まれる星に、君が、君がいてくれるなら、僕ら輝きは無敵にもなれる。そうですね、あの時はもう本当に自分は緊張ばかりで、もうとりあえず楽しめば楽しむしかないっていう風にがむしゃらにただひたすら歌っていたので、ジュンナちゃんと初めて歌声が重なった時もなんか大人っぽい声で、自分はどちらかというとそうではない声なので、合うかすごく不安だったんですけど、歌った時はすごくなんかそういうのは関係なしに本当に単純に楽しくて、あ、これからこうやってワルキューレが活動していくんだって思ってワクワクしましたね。壊して戻、戻僕を感じて、そこに、そこに君はいますか。戦場を咲く命よ、燃えろ燃えろ、殺していそいそ朽ち果てるなら、たぎれたぎれ破滅の果てに、奇跡を呼び覚ませ、閉ざされた空へ。うん、とてもいい感じです。ありがとうございます。この曲以上で、はい、はい、お疲れ様です。ありがとうございました。で、初めて一緒に歌を歌った時も、やっぱりこう自分が足を引っ張っていないかすごく不安だったんですけど、でもそのジュンナちゃんと歌ったことによって、その時から私はもっと歌をうまく歌いたいっていう気持ちが出てきて、なんかやっぱり今でもそうなんですけど、ライバル心というかそういう気持ちが生まれて、なんか私が今こうやって歌に対して熱い気持ちでいれるのは純奈ちゃんがいるからかなって、すごくいつも最初からずっと思っていますね。プレイヤー美容役鈴木みのりさんです。どうぞステージへお上がりください。それでは鈴木みのりさん、一言ご挨拶をお願いいたします。皆さんはじめまして、プレイヤー美容役鈴木みのりです。これから精一杯精一杯頑張りますので、どうぞよろしくお願いします。苦労したのは10月29日に私がフレイヤーですっていう風に新作発表会で出た後に、やっぱりこれから自分が世に出ていって、自分はどうなっていくんだろうっていう風に不安でいっぱいな時があったんですけど、ちょうどそういう気持ちだった時に5話 のルンガピカッと光ったらをフレイヤちゃんが歌うお話で、前向きに頑張るフレイヤちゃんを見てすごく元気が出て、よしやってやるぞっていうのでエンジンがついて、
悩みが吹っ飛んだっていう思い出があります。うまくなっているポイントはやっぱり自分ではわからないですし、自分でこう自分を鈴木ここがうまくなったねって言って自分を甘やかしたりとかはしたくないなって思っているんですけど、でも本当にマクロスの現場っていうのは本当に何だろう、自分にとって勉強になることしかない現場で、歌はもちろん自分の大好きだったフライングドッグさんで歌を歌うことができて、福田さんと一緒にレコーディングをさせていただいたりとかして、本当に自分毎回毎回レコーディングでもっと頑張ろうっていう気持ちが湧きますし、アフレコ現場では本当に素晴らしい先輩方がたくさんいらっしゃって、ワルキューレの中にも素晴らしい先輩がいらっしゃって、本当に何度も言うんですけど勉強させていただいて、最初の時よりかはそのいろんな影響を受けて少しは最初の時よりかは魅力のある表現者に慣れているのかなっていうふうに感じてはいますね。声優さんとか歌手になりたいっていう気持ちは今ずっと変わらず一本こう思い続けて、今もやっぱり素敵な表現者になりたいなっていう思いがあるので、本当になんか自分でもこんなに熱くなれる夢を見つけられてすごくびっくりしていますね。